皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちら、ムックボの長財布です。ムーミンカードが見やすい大容量蛇腹式長財布ブック、開封していきます。はい、開封いたしました。こちらお財布とこの冊子が入っております。最近ミニ財布立て続けに紹介しておりましたけれども、長財布も出ておりますので詳しく見ていきたいと思います。ムーミンのミニ財布といえば、現在セブンイレブンでこの2種類発売中なんですけれども、このタイプはこの蛇腹式で下にこうお札を通していくタイプですので、そのタイプはちょっと使いにくさが出るかなという感じがして今回見送っております。まあ、先日紹介したエゴイストのお財布に関してはお札問題が解決されておりますので、そのタイプが今後出てくればちょっとまた検討してみようかなと思っております。それでは長財布写していきましょう。ご覧ください。正面にはやはりこのリトルミーさんの型押しのデザインがポイントになっております。はい、相変わらずの険しい表情をされておりますけれども、これは何でしょう。お花を枯らしてしまって処理に困っている状態でしょうかね。表面の素材は PVC 合皮、脂肪感のある合皮が使われておりまして、手触りはさらっとつるっとした感じの仕上がりとなっております。そして裏側見ていきましょう。裏面には特にロゴとかイラストは入っておりません。で、下から見ると、で、横から見るとこうですね。で、反対側で上から見るとこのようになっております。そして外観のポイントとしましては、こちらジップの引き手はニョロニョロさんがいらっしゃいます。そして角の部分も写しておきましょう。このような仕上がりですね。特にこれまでのムック本と変わりはないかなという感じです。そして気になるサイズ感なんですけれども、この幅はちょっと小さめに作られているかなと思います。持った瞬間に、分かるかと思います。女性の手でも持ちやすい、フィットしやすいサイズかなと思います。それではサイズ比較にいくつかお財布持ってきました。以前出たこのリトルミーさんのこのムック本、さらにその前に出たこの本革仕様の、リトルミーさん、そしてモズさんですね。これらはちょっと大きめサイズで、どれも同じようなサイズなので、ちょっとこれと比較してみますね。で、今回のお財布と横幅、比較しますと、これくらいになります。かなりの、差があるのがわかるかと思います。このお財布ちょっと大きめでしたので、手の小さい方はこう持つ時に、大変だったかなと思うんですけど、今回のはすごくフィットしやすい、持ちやすいサイズになっているかと思います。こちら側の幅は同じとなっております。で、よくある大きさのムック本、この2つ、あとこれは雑誌付録ですけど持ってきましたけど、こういうのと比較しましても、わずかにですね、やっぱりちょっと小さめの、微妙ですけれども小さめに出来上がっておりますので、こちらと比較しましても、はい、わずかながら小さめに出来上がっております。サイズの好みもいろいろあると思いますけれども、ちょっと小さめのがいいという方は、はい、おすすめできるかと思います。それでは開けていきましょう。ニョロニョロさんの引き手、ちょっと細めですけれどもしっかりと手にフィットします。で、開けていきますと、はい、動きどうでしょうか。動作は全く問題ないかと思います。で、開けますとご覧ください。鮮やかなブルーですね。このようにガバッと開く蛇腹式タイプです。中央にはポケットが全部で10個ありますね。ちょっと後でカード入れますけれども、はい、このタイプ見やすくて使いやすいと思います。ただちょっとこの高さがですね、ちょっと低いのかなっていうのが気になりますけど、どんなもんでしょうかね。はい、そして収納はこっち側にこのマチありの、横いっぱいのポケット、さらに高さちょっとここ低くなりますけれども、ここにも収納スペース、さらに同じものがここにもあって、コインポケットが、はい、このタイプですね、たっぷりと入ります。はい、そしてこの柄ですけれども、あちこちにムーミンさんとか、あとリトルミンさんですね、ニョロニョロさん、スナフキンさんなど、はい、あちこちに描かれた柄となっております。それではお金入れていきます。まずこちらお札から入れますけど、お札はここにスッと、入れてもいいですし、これくらいですね、でもいいですし、この奥のここに入れてもいいかなと思います。は
はい、まあ、取り出しやすさで言えばやはりここですかね。ここにこのように、でこの部分がちょっと低くなってますので、お札がかなりむき出しといいますか見えている状態にはなります。で同じポケットここにもありますので、こっちに入れてもいいかと思います。であとはレシートとかですね、はい、これくらいのマチがありますのでしっかりと入れることできます。はい、続いてカードいきましょう。この蛇腹タイプ入れていきます。はい、入れますと、あ、思ったより深さがありましたね。ちょっとここ低い感じがしてたんですけども、十分奥まで入ります。これくらい見える状態です。はい、で10枚入れましたらこのような形になります。で上からですね、このどのカードかっていうのが選びやすいですし、こう指を入れて抜き差しができますので、このあたりは、はい、やはり蛇腹タイプ使いやすいですね。そして一つのカードポケットにこのように2枚入れもできますので、全部で20枚入れることができるかなと思います。続いて小銭入れていきたいと思います。ここをパカッと開けますと、20枚持ってきました。はい、じゃらっと入れまして、20枚入れても全然余裕ですね。たっぷりと入ります。で上からこのように、はい、10円、500円玉ですね、1円とかですね、こう選び出してスムーズに取り出すことができます。で閉めますとこのようにパチッと止められますので、長財布のムック本のこのタイプたくさん出てましたけども、使いやすいと思います。でこれだけ入れまして、閉めてみますと、はい、こんな感じでしっかりと収まってくれます。それではこれまでのムック本のお財布、似たようなものといくつか比較してみたいと思います。まず先ほどちょっと出しましたけどこちらなんですけど、これはですね、こう開くときにこのようになりまして、このホックの部分とここがつながっているので、こうなかなかこう開きづらかったんですよね。なので小銭を開かないときにこのあたりの操作感がちょっと窮屈感がありました。ですけれども今回のはガバッとこのように開きますので、小銭ここ開けてない時もカードとかお札とか見やすく取り出しやすい仕様になっております。はい、そして同じようにこのスタディオクリップの、お財布はここ同じで、ここがですね同じく蛇腹タイプだったんですけど、これは縦にカードを差し込むタイプだったのでこの高さがあったんですよね。はい、で今回のは横入れタイプですので、この高さがちょっと低くなってて、このお札の部分がより見えやすくなっております。はい、見えた方がいいか見えない方がいいかっていうのはちょっと好み分かれると思いますけれども、こちらの場合ですと、はい、奥まですっぽり入るんですけれども、今回のはこのあたり、ちょっとこのあたり見えますので、お札を選び出しやすいっていういい点があるのかなと思います。でさらに似たようなタイプでナチュラルビューティーベーシックのムック本の長財布ありました。これもですね、横幅がちょっと小さめに作られていて、今回のリトルミーさんのお財布と同じようなサイズ感で、この幅の狭い長財布欲しいっていう方はこれもおすすめになってます。で中の方を見ていきますと、同じく横入れの蛇腹仕様で、ここも同じような、小銭入れになってるわけですけど、この場合はレシートと小銭が自動で分かれるタイプでしたので、この自動で分かれるタイプもいらないかなっていう方は、今回のお財布がおすすめになってくるかなと思います。でこちらのお財布もこの高さがちょっと低く設定されますので、このお札が見えやすくなっているというポイントもあります。ということで一通り見てきましたけれども、ポイントとしましてはこの外形のサイズ感がちょっと細めになっているのと、中はこの大きく開く小銭入れ、そして蛇腹式横入れタイプですね。それによりちょっとこの高さが低くなってきますので、お札とかが見えやすく入れられるということです。でスペースもこの2つありまして、さらに奥にもマチありのスペースもありますので、収納力は十分かなと思います。あともしですね、スマホも入れたいよという方は、これプロマックスのケースですけれども、ここにこのように入れてですね、なんとか収めることができます。あともちろんですね、アルフォートも、しっかりと入ります。はい、ということで一通り紹介してまいりましたけれども、その他まだ気になるところもしございましたらコメント欄に残していただければ、できる限り補足させていただきたいと思います。
はい、では最後に簡単に使い勝手シミュレーションして終わりたいと思います。ではレジのお会計を想定しまして、まずここスッと開けますよね。でパッと開きますと、まあ、カード入れ、お札、コインとかですね、まあ、どこへでもすぐにアクセスできます。でカードだけでしたらここでさっと支払いもできますし、あとポイントカードでしたらここから選び出して、はい、スッと取り出すことができます。でお会計、お札でしたら1万円、1万1000円とか出したりとかですね、あとは小銭ですね。小銭はパカッと開けまして、はい、見やすくなっておりますので、500円、600円、まあ、こんな感じでチャランと会計にもたつこともないかと思います。はい、そしてお釣りでもらった時もここをパカッと開けて入れてバチッと止めますよね。でさらにこれもスッとここに入れて、はい、どうでしょうか。これかなり使い勝手いいんじゃないかなと思います。でこのカラーもですね、キャメルカラーということで、あまりこれまでムック本、雑誌付録ではなかった色ですので、はい、落ち着いたカラーになってますので、長く愛用できるお財布になっているかと思います。ということでいかがだったでしょうか。今回はムーミンカードが見やすい大容量蛇腹式長財布ブックキャメル紹介してまいりました。まあ、最近はミニ財布がたくさんムック本でも出ておりますけれども、こういった長財布貴重な発売となっておりますので、ぜひチェックしてください。まあ、長財布はどうしてもミニ財布に比べて大きくはなりますけれども、その分収納力、そして余裕を持った使い勝手ですね、魅力的だと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。ということで今回の動画は以上で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。今回のお財布いいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。